おはようございます。おはようございます。2日目になりました。2日目って言っても昨日ね2時間ぐらいしかやってないです。まあそうなんですけどね、冬まずめだけちょっとやっただけ、うん、もうあの真夏でねクソ暑いからね昼間ねよ、うん、昨日が36度ぐらいなんか西日本はアホみたいなやつ、ね、まあ、だからいきなりあんなんですか。そうなので、まあ、日中はもうやりたくないのよ正直。はいはい。だから昨日の夕方2時間今日は朝方、まあ今 6時前ぐらいか。そうですね、あの、ね、うん、まあ日が明けてちょうど日が昇ってきたぐらいですね、うん、で7、8、9、10、まあ4時間5時間の釣りですね。そうですね。ということでやってみましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お、コム君なんか釣りました。ガイドコム君がなんか釣ってます。なんだガシ、いいじゃん。スワシャプロトン 2.8。 まあ いろんな釣りを想定してね今作ってるんだけど、とスワシャのサイズ感は、使いやすいですね。寝魚とかあのバスなんかもこのサイズでしか反応しない時があるし、あと北の方に行くとアイナメとかね、やっぱりこう3インチをちょっと切るあたりって結構美味しいのよ。とりあえずカサゴ君まだね、はい、まだ闇旗起きてないよ。起きてない、うん、これからだいたいね8時半くらいなんで起きるのがね、9時とか俺と同じぐらい遅いんだ起きるのが。ヤオさん8時なんですか起きるのは。いや9時半か10時ぐらい闇旗よりちょっと遅いその代わり寝るのが3時4時だから大学生みたいな生活ですね。おっ遊びしてる声なんです。そういうことメッキって意外にあのルアー選ぶからね、うん、簡単そうで意外に、うわついてきたついてきたついてきた、くえくえ、釣れるのも早いよ。このルアーの周りにピャンピャン来てるうちに食わないと、うん、よし勝った、イエーイやっぱフォールスピードがねある程度速くないとダメなんだよ。くれ、夏の釣りです。マイクロメタルゲームがね、うん、最近僕はトレンドになってる自分の楽しい。アゴメタル3g、グイ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 って言ってるよっしゃうわ全部メッキかよなんというなんという群がってくるっていうねこれはこれで楽しい。うわいっぱい来てるいっぱい来てる、うわすごいすごい群がってきてる。うわやっぱ沈まないとダメだ。ちょっとミニマル結ぼう。ついてこない。うわ来た、ヒットしたヒットした、あーバレたメッキはい、メッキ終了。ちょっと小さすぎるか。パン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 、よし来た、ヒットヒット、エビコンでヒット。コモくん偉い、コモくん偉いやったいい、おエビコンすげえダートするから案外メッキなんかもいいねこれ。ボトム用で作ってるんだけど表層系のダートもいいでしょこれ、はい、ねえやった。じゃちょっとダートを移すんで魚外してこの浅いところでちょっとダートを見せてみんなに。いいね。
はい、ボトム置いて。ちょんちょんってやつ。そう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 。底立ち。綺麗に底立ちしてます。ポン。そう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 。お、見に来た魚が。よし。お、地球さんがなんかバカーって言わしてるぞ。またミニマルの子で遊んでます。まだメッキ遊びしてんの。ちょっと面白くて。メッキ楽しいよね。やばいっすねこれ。カメラが回ってないとつぶ。地球さん。ごめんなさい。カメラ回ってる時映して撮ってね。さっきやられたのもしかしてどうなの？ゴール。さっきもね巻きで一回ガツンってでかいのって寝分かれようと思ったら針伸ばされてた。もうちょっと大きい方かもしれない。よし。いい。